皆さんこんにちは。今回は普段の動画とは違い、対面式の剪定講座の様子をご覧いただきたいと思います。先日、庭付きの一戸建てに入居されたお客様からご連絡があり、庭木を自分で管理したいので剪定の仕方を教えてほしいというご依頼がありました。多分これだと思います。はい、桜だと思いますって言ってたんですけど、はいはい、なんか多分金木犀です。ああ、そうですね。はい。はい。ここまでです。はい。そうですね、僕が咲いたやつは調べて、はい、で今名前つけてあるんですけど、うん、ちょっとわからないやつもあって、はい、はいはい、あ、これ先分けなんですか。これは原平なんですね。のです、はい、赤白、はい、あ、ちょっと病気出てるね。あ、本当ですか。そこね、シワシワって、あ、うん、はい、あとこれはあれか、香港エンシス、山帽子。そうですね、常緑の山帽子ですね。うん、はい。で、ムクゲ。アブラムシがやっぱり出るね。はい、うん、ああ。で、どうしたいっていう、なんかこう、例えば木の大きさを今回、うん、どのぐらいにしたいとか、ちょっとどういうふうにしたい、手入れしやすい大きさ。うん、はい、でもいいんですけど、はい、ちょっと一人でやるには若干高い。そうですね、枝先切るにはちょっと、まあ8尺あればね、あれ8尺なんですけど、はい、2m40 ですね、はい、あって、こっちは6尺で、はい、ちょっとこれだと届かないっていうか、まあ危ないかな。8尺あればでもできそうですね、今のとこはね。もともと置いてあったキャタツがものすごく、うん、ああ、そうですか。あ、ものすごく大きい。ちょっと運ぶのも大変。ああ、そうですか、はい、どこにあるんですか。あ、これ1、2、3、11尺。そうですね、これじゃちょっと大きいですね。四つ足ってちょっと危ないね、はい、四つ足のキャタツは、うん、庭で使うにはちょっと危ないですね。うん、大概こうガタガタする、うん、はい、あ、これはちょっとむしったんですね。はい、順番に概要だけ言ってから始めます。どうするっていう、あ、そうですね、そういう感じでいきますか。はい、時期より切り方なんで、まあこれはいつでゆっかはね、いつでもむしれば、はい、うん、大丈夫です、ね、これ困ってるのが、はい、植木鉢に入ってて、はい、で多分根っこが下に伸びちゃってて、ね、はい、動かせないんですよ。ああ、鬱陶しい感じ。そうです、うん、そしたらもうこのベロンっていうのが嫌だったら、はい、これ落としちゃうとかね。なるほど、これだけ残して、これとこれ、あ、残して、もうこれを元で切っちゃうかですね。もうすごく小型に。そうですね。これが、そうするとこの鬱陶しいのがちょっとなくなるので。で、これも高すぎて嫌だとしても、今はこう蒸しれば多分割とさっぱりするんで、その間にこっちのが伸びてくるからね。これがこの辺になってきたら、もうこっちいいやっていうことになれば、そっちも切っちゃって、最終的にはだからこれと、これ、この辺を生かして仕立てていく感じですかね。はい、ボケは、はい、まあ今新芽がわーっと伸びてるから一回切っときたいですよね、はい、これはまあ今年伸びた新芽をまあ切るんですけど、はい、これね、これが今年伸びたやつね、ここからここね、はい、でこれが要するに 2年目ってことですよね、はい、去年の。だから
来年咲くとしたらこの枝に咲くんですよ。でこっちには咲かないんです。あ、そうなんですね。はい、だからじゃあいらないやってできる手もあるんですけど、はい、そうするとその次の年がここに咲くから。あ、なるほど。うん、だから再来年咲かせたければ、はい、この今年の1年枝を2年枝に来年になってもらわなきゃいけないから少し残して切る、はいはい、うん、だそれじゃあもうどんどん大きくなっちゃうよっていうことであれば、まあ、ここはあの来年ここまで咲けばいいと、はい、でこの先はいいやっていうふうにしといて、どっかでその1年枝を残しとけばいいんですよ。なるほど、はい、こういうとことかね、はいはい、これを途中にしとくとか、これは出てるからなくしちゃうとか、そういう判断で、うん、あとはだから古い枝の脇芽のところで切れば、はい、ね、そこから今年ビヨってまた出ますから、今の時期切れば切ったところからまた1年枝が出ますんで、でそれをまた途中で切っとけば再来年の2年枝になるってことですね。はい、まあ、小さくする方法は後で説明します。でこれはサダンカかな、カンツバキかな、ちょっと咲かなかったんですよ。ああそうですか、はい、うん、ちょっとごちゃごちゃしてるけどね。こういう類は、はい、とにかく飛び出たとこ、これはね、ここからここまで伸びたんですよね、もう今年。はい、うん、で、こういう途中で切るとね、はい、またそこから延長するだけなんですよ。途中を終えたって、はい。だから、途中で切らないで、こういう脇芽を残してここで切ると、はい。はい。そうすると小さくなるんで、枝先はあんまり切らない方がいいです。枝先を切るから、こういうふうにこう、ベロンってこう。ペロペロしてるでしょ、こういうの。こういうのみんなここで、輪郭で切っちゃってるからこれ伸びちゃうね。うん。だからこれだったら、もうこれを残して、こっちを元で詰める。はい、これは、花芽分化が8月ぐらいだから、それまでにやればいいんで、梅雨明け頃でも間に合います。はい、あ、梅もどきか。ですね。これはね、あんまり、こまめに手入れない方がいいような木なんですよね。割とこう、そんなに枝がこう暴れないでしょ。だから、このままだけど、どうしてもこう、はい、木の先っていうか、枝の先っていうか、はいはい、そこにはやっぱり、栄養が強くいっちゃうのでね。だから、切り戻しとかなきゃダメなんですけど、この辺とか強いでしょ、はい、で、これ弱いでしょ、はい、こういうのを残して、そういう方を切っちゃうとか、そういう詰め方です。これもこれと例えばこれ残してでここで切るとかね、うん、こっちは上は強く伸びちゃうからこういうのね、はい、これはユズ、ね、ああなんか実生っぽいユズだな。実生って言ってこう種から出たようなユズですね。あ、そうですか。実はなったんですか。実はなってないです。なんないですよね、はい、未生で実がなるの20年ぐらいかかるからね。そうなんですか、花は一応咲いてますけど、ね、うん、そうなんですけどね、うん、次売ってるやつだと継ぎ木なんでここのところはブクッとしてるんですよ、はい、台木のところから出てるから、だからこうつるんとしたやつって未生、はい、の場合が種からの場合が多いんで、そういうのは、まあ、伸び方も徒長枝が強く出る。これもまあ例えばこう意味枝みたいなね、はい、うん、こういう内側に行ってる枝とか強い枝を弱い枝に切り戻すっていう感じでいいんですけど、結構切り残しがボコボコあるので、うん、こういうのはちょっと整理しないと見た目がゴツゴツしてて枝がね、はい、ちょっと汚い感じ。上もちょっと混み合ってますね。混み合ってますね。あるいは将来的に実を取ることを考えていくと、はい、これあんまり大きくしすぎない方が楽だと思います。じゃあもうここで切っちゃうとかってことですか。うん、ここじゃ極端な。これはこの枝は生かせそうなんで、これとかこれはね、はい。だからこっちを落としたらどうですか。はい、こっちを切っちゃう。それで印しとくわけですか。そうですね。後でね、ここを切ってくださいとか来年切ってくださいとか言いますんでね。アジサイももう葉鉢が出てきてるな。葉鉢じゃないの。葉鉢を先生と取ってるんですけど。あ、取ってますか。そうですね。ええ、うん。
これもさっきと同じね、はい、飛び出たとこをちょんと詰めないで、はい、詰めちゃうとまた枝分かれするか、うん、長く伸びるかどっちかなんで、はい、うん、もうここの辺の輪郭にしたかったらもうそこの輪郭に達してるこういう芽ありますよね、はい、こういうのを残してこっちの強い方を元で切るっていうことですね。上の方ちょっと絡み枝がたくさんあるんで、うん、後で整理しましょう。これはもう徒長枝がとにかくツンツン出るんで、徒長枝を途中で切らない、こういうの、これ強く出たやつを途中で切っちゃってるからまた徒長枝の繰り返しになっちゃうんですよ。これもみんなそうですね、徒長枝の先を切ってるんですね、うん、だからこれもとにかく切り戻しで弱い枝に、うん、切り戻すんだけど、これ自体徒長枝だからね、ここでまあ切る手もあるけど、これをなくした方がいいのかもしれないので、ちょっとこれもあと元の方で処理するのでね、はい、カルミアはもうとにかく、うん、小さくしたい時はもう花が終わったタイミングで、例えばもう この辺の高さにしておきたいんだったらこれをなくすしかないんですよ、これを途中で切ってもこの高さにしようと思ってここで切ってもあんまり意味ないし、吹かないことも多いんですよ、うん、だそれだったらもうこれの元、はい、ここですよね、これを切っちゃうと、はい、いうぐらいのことをしないと小さくはできない。で、花咲かせたいんだったらもうほっとくしかないんですよ。これ、シャクナゲも同じなんですよ。こういう花が終わったら、もうここの付け根で切るとか、ここの脇芽があるでしょう。ここで切るとか、うん、花子の処理を早めにするってことですね。これなんか、はい、前の家主さんがおっしゃるには、はい、最初の1年だけ咲いて、全然咲かないって言ってます。うん、途中で切っちゃうのかもしれないね。今ぐらいとかね、こうやって出てくると邪魔だからババって切っちゃったりとかしちゃうのかもしれないですね。うん、これ今つるこっから伸びてるでしょ、はい、これ伸びてて、はい、ここに脇にこう芽がありますよね、はい、葉っぱの脇に、はい、これが花芽になるはずなんですけど、はい、伸びてる最中にこれ途中でどっかこういうとこ切られちゃうと、はい、ここの花芽がこっちの先の葉っぱなくなっちゃうもんだから、はい、花芽にしようとしてたのを葉芽にしちゃうんですよ。あ、そうなんです、ね、うん、変わっちゃう、うん、だからつるが伸びてる最中はつるを切らないっていうことが鉄則なんですね、はい、でもう邪魔でしょうがなかったら動画にもありますけどつるを巻くしかないんですよ、はい、うん、こういうツルあるでしょ、でこっちこうビロンってなってたらもうとにかく巻くしかない、まあ、ツルこう見るとみんなね左巻きになってるでしょ。あ、そうですね、ね、こうね、こう巻きですよね、左巻き、ね、だからそれに従ってツルを巻くと、はい、さあ、これは三つ葉ツツジかな、違うかな、多分三つ葉ツツジだと思うんですけどね、はい、落葉性のツツジですね。これもあんまり枝先ちょんちょんやらない方が、うん、普通のツツジとかとは違う、刈り込んで作るツツジじゃない、はい、ないので、枝で作るツツジだから、はい、まあ軽い切り戻しとかですね。木蓮ももう、これ花芽ができるのがすごい早いんですよね。そうなんですか。だからもうちょっと経つと花芽と葉芽がはっきり分かるのでね、はい、それを見定めて切る方が花芽残せるんですよ。今みんな葉芽みたいに見えちゃうんでね、うん、ちょっと区別しにくいかもしれないな、うん、もうちょっと待った方がいいかなっていうふうに、こういうふうにね交差してるでしょ、はい、こういう交差枝のを生かすのかね、こっちがいらないんならこれやっていけるんですけど、はい、これを生かすんだとこれがもう邪魔していってますよね、うん、で擦れて傷になるしね、はい、だから株立ちはどうしても交差 しやすいんですよね、はい、うん、だからそれ見極めてもうどっちかをもう早めに取るという、はい、で桃はとにかくあんまり切らない方が木は傷まないんですけど、そうも言ってられないからね、はい、うん、
だからこれも桜と同じで、切る枝は早めに、細いうちに切るってことですね。うん。例えばこれなんかも、ここからこういうふうに大きくなっていったら困るんだったら、この枝を生かして、こっち取っちゃうとかね。はい、これも、ここまで落としておくとか。なるべく中にある枝に戻しておいて、大きくならないようにする。こうになってきちゃうともう、戻しようがない。まあ、さっき言ったように途中で切ってもあんまりかっこよくはないから、これ残すかって言ってもこれも強いしってなってくるでしょ。だからもしこれを切るんなら、太くなるより、細いうちの方がいいですよね。これを切る。で、こういう切り残しするとダメになっちゃうんですよ。切り残ししないで。こういうとこも、ね、切り残しして、こっち枯れ枝になってますよね。うん。だこれもここで落としとくとか、ここで落としとくとか、ね、しなきゃいけない。最低限これは落としとかないと、この枯れがずっと中へ入っていっちゃうんでね。常緑山帽子は今はちょっとおとなしくはしてるんですけど、これもすごく成長早い木なんでね。まあ早め早めに切り戻しですね。で花が結構たくさん咲く木なので、あんまり花芽失うからって言って加減してるともう勢いに負けて手つけられなくなるんで、ちょっと強気でいった方がいい気かもしれないね。ムクゲはね、まあこれはねちょっとブツッと切られちゃってるんだけど、今できることはやっぱりこういうなんか残った柔らかい枝に残して、こっちごついのをね、ここでごちょごちょなんか切ってたってどっちみちゴツゴツになっていくんで、はい、まあなんとか使えそうな枝に切り替えるしかないですね。でもこれ強いからね、なんならもう下からブツってやって、はい、そこから出てきたやつで作り直す手もあるんですよ。あ、ええ、もう割となんかサルスベリと同じように、サルスベリも全部今年の間切っちゃって、こう、コブにしていくやり方ありますよね。ああいうふうにやっても咲く木なんですけど、うん。ただ、ゴツゴツコブになっていくと、これに関してはもうとにかく汚いからね、やらないですけど、ただ、芽吹きは強いので、で、今年伸びたやつに花は必ずっていうか、まあ咲くんですよ。割と咲きやすいから、割と簡単。こっちはアセビですね。アセビ。うん、これもとにかく花が終わったらすぐ実にさせないですぐ切るっていうことですね。こっちの右側のアベリアですけど、はい、アベリアはもう刈り込んでもいいぐらいの木なんで、なんですけど、刈り込んでもすぐ徒長枝がどっかからピヨーって出て、とにかくいつでもツン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 してるんですよ。うん、だから手かけられるんだったらもう徒長枝を付け根で切っといて、はい、で残ったやつを刈り込んどくっていうふうにすると、細かい枝になっていくから割と暴れにくくはなりますよね。うん、これもよく見ると中でこんな交差枝だらけになってるんですよ、はい、アベリアね。あ、まあそれを整理してまでやるかどうか、まあ公園とかそういうとこだともうとにかく刈り込んで終わりの木ですね。はい。手はかけられますけどね。で、まあ桜は将来どうしといた方がいいかなっていうことですよね。とにかく早めに計画を立てて、そう、細いうちに決断するってことですよね。オリーブは、まあこれは割と成長早い木ですからね。強い枝を弱い枝に切り替えていかないと、でもこれとか強いからこっちを落として、これとこれもちょっと強いですよね。これとこれとかにしてこっちもなくすとか、これとこれっていう枝にして他を落とすとかぐらい やるんですけど、まだその木としてはまだ小さいから、まだそんなに早急にっていうのは、ただ計画は立ててた。もう、とにかくこう、残す枝2つ考えておくといいんですね。これとこれとか。はい、をペアにして、はい、大きいからこれ切っちゃう。うん、そういう感じです。
っちもね。こっちも極端に言えばこの枝があるからこっちいらないかなとかね、後ろに行ってんのいらないかなとかね。これ3つになってるでしょ、1、2、3って。だから3つのものは2つにした方が当然スッキリはするんで、選択できるんだったら、特にこの枝ちょっと形もね、はい、うん、自然だし、あの途中に枝がないでしょ、うん、だからこういうのは抜くとそれでスッキリするんですね、うん、だそういう、こう見方をする、こうなんていうの、先端はどうでもいいっていうか、はい、先端はもう木に任せて、どっちに伸びていくかはもう木が決めると、はい、うん、枝の根元というか、そうです、本数とかを見て、はい、ブレを取る、そうですね、はい、割と付け根の方で処理していく。で、あ、ユーカリ、ユーカリもこれ成長早いから早めの決断ですよね。ちょっと短くしないとね、どん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 、そうですよ、そうですね、うん、これは練習にはいいかもしれない、たくさん選択肢があるからね、はい、ここで1段階切り戻すならこことか、次はこことか、次こことかね、いろいろできるんで、その様子見ながらあの詰めていってもいいですよね。で、あとはもう高さをどうするか決断して、多分この辺とかで切っとかないと管理しやすい木にはならないね、うん、でこれもやっぱり切り口がやっぱり太ければね、痛みも早いので早めに決断ですね。ユーカリって、はい、あのなんか結構玄関に近いところに植えてあるなと思ったんですけど、根っこの方は大丈夫ですか？根っこも走りますけど、いや、その前に多分大きくなりすぎて、手つけられなくなって抜根っていう、可能性が高いかな。これはちょっと混み合ってますね。うん、これはやっぱりこう表面だけを買ってるから中枝の処理が全然されないまんまになっちゃって、はい、例えばこういうこの枝ね、この枝もこの辺にんな葉っぱになってるけど、はい、元を正せばあそこでしょ、はいはい、ね、あれね、これ、うん、だからこれはもうやっぱり越境枝ですよね、越境してるんですよね、こっちへ、自分のテリトリーはやっぱりこっちへ生えてきてる木だから、こういう枝になってくんないといけないわけだから、はいはい、この方向はもう出だしからアウトなんですよね、うん、っていうのをこうまず取って、これバリバリって取るとボコッと穴開きますけど、はい、っていうような枝だらけですね。これはかなり勉強になると思いますよ。こんな絡み合っちゃって、こんなですもんね。これだって元はといえばもう立ち枝でしょ、これね、こういうまっすぐ立ってるじゃないですか、うん、だこれどこまで行ったってこうですよね。うん、ちょっと斜め上に行く方向の枝を残していかなきゃいけない。そうそうそう、これがビューって行ってここになっちゃってるんだから、もうね、こういう枝がたくさんですね。これはちょっとあのだいぶ楽しめるんじゃないですか。で、キョウチクトウもね、これもサルスベリとあのムクゲと同じようなもんです。あ、そうなんですか。はい、これもあの今年の枝の先に花は咲くので新梢は切らない方がいいんですけど、ただもうこんな風になったらもうとにかく団子でしょ、うん、うん、だからもうこの辺とかもうすぐ太くなりますから、はい、幹を落としちゃった方がいいと思うね。これも多分団子になっちゃうから、もうこことかでなくしちゃっていいと思います。はい、はい、の方が管理はしやすいです、うん、ここから出てくるやつをいじっててももうキリがないし、もう変わりようがないからね、うん、こういう枝とかこういう枝を残しておいて、それで作っていくっていうか作り変えるって感じですね。あ、これはバラはもう一回整理しなきゃどうにもなんないんじゃないかな、これ。これはちょっと厄介だな、これは。私でも引いちゃいますね。うん、どうにもね。うん、もうこんな風になってくるともう作り直した方がいいぐらいになってくるね。だからこの元になってるやつからいいシュートが出てたら、まあ、これなんか使えると思うんですけど、でももうそれだけを外すのももう難しくなってますよね。うん、そうね。
まあ私の木だとしたらもうここまで来ちゃったら一回冬場にもうブツブツっと全部、もうバラの鉢植えみたいに思い切って切っちゃって、はい、でそこから出たシュートをいいやつ選んでもう一回かけ直す、はい、ええと私バラ、うん、あの育てるの初めてなんで、はい、ちょっとこれを初めて見たのでわからないんですけど、ええ、もうごちゃごちゃで混み合ってもどうしようもないっていう感じなんですか。いやこのぐらいになってもまだ強引に誘引を続けていく人はいますね。うん、まあもうとにかく折り重ねてもうやっていく人もいますよ。うん、まあどっかで限界来ますけどね。まあ、これはさっきと同じだけど、今何ともやりようがないな。まあ、軽く切り戻しておくしかないな。ベロベロしてね、あのウッドしたければウッドしければこういう。うんね、これだけでスッとしてこれもプラン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 してるけどこういうに切り戻してやればあのそこそこ落ち着くし、うん、っていう感じですね、はい、こんな風にしていきますかね。チンチンゲはもう刈り込んでもいいんですけど、あの飛び出たら脇枝にこっち残して、こっちの強いやつね、はい、これ出ますよ、ここで切ってもね、どこで切っても出るんですよ、出るんだけど、そうなんです、うん、出るんだけど、まあ私はあんまりこういうのノコンな好きじゃないから、うん、あの元でね、はい、うん、元でこういうふうに切っちゃいますけど、うん、だけど中長剣はね、あんまり寿命長い木じゃないので、はい、大体25年とかそのぐらいで枯れちゃう木なので、まあ、あの刈り込んじゃう人もいますし、うん、刈り込んでもあの、まあ、どこで切っても芽は出ます、うん、ただこう長芽は残しておいた方が花はつきやすいのであんまり刈り込みはお勧めしませんけどね、うん、さっきのカルミアとかと同じようにこう ちょっと輪郭より飛び出てたらもうその枝をなくしちゃうぐらい、これ出てるでしょ、はい、これを残すんならこれだけ切ればいいんで、うん、これだけ、はい、切ればいいですね、こういうふうに、うん、これも出てるなと思うならもうその下行くしかないし、うん、ね、これが残るように、はい、ああね、これここで切っちゃうしかないのね、うん、元っていうともうここになっちゃうのね、うん、私だとこのぐらい、いや切っちゃうんですけどね、うん、このぐらい切っちゃって、でそんでも全然違和感ないでしょ、はい、でこう飛び出た感じなくなったからいいんじゃないかなっていう感じ、こういうのもね切り戻す、でどこどこかな、まあここで切ってこれ残ればいいんじゃないですかね、ちょっと残したければ消極的にこれでもこう飛び出たとこはなくなったしっていう感じですね、はい、そういう感じです。ちょっとバラをどうするかは、まあもう一回なんかリセットしてもいいかなっていう気は、うん、でも一回これで今回はもう誘引して強引にまとめて飛び出たとこだけ切っといて、はい、あのやり直すのは来年でもいいんじゃないかなと思います。どっちみちあのバッツリ切ってこう引っ張ってやるんだったら冬の 1、2月の方が作業は楽なんで。この後実際にお客様自身で木を剪定していただきます。その模様は次のナンバー156の動画でご覧いただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。